いやーすごいなー、いやーすごいなー、いや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 、おブルースクリーン来た。はい、こんにちは、サトルです。本日はですね、新しいコンピューターウイルス発見しましたということで、面白そうなものなので早速レッツウイルス感染。はい、ということで皆さんに一つお願いがあります。動画の真似をして PC ウイルス実機で起動するというのはやめてください。動画の真似しないようにお願いします。本当にパソコン壊れる危険なものなので真似をしないようにお願いします。もし真似をしたければ go314.com というサイトでウイルスの体験ができます。安全に体験できます。ウェブで動いているので端末本体に影響はありません。ということで真似をしたければここで遊んでください。はい、ここにアクセスしてちょっとスクロールするとね、ブルースクリーン体験できたり、あとはこんな感じでね遊べたりします。そしてこういうものがあったり、こういうものがあったりします。こういうものもあったり、こういうものもあったりします。とりあえず本物のウイルス起動するという真似をするのはしないようにお願いします。はい、では早速なんですけども、 PC 実機でウイルス起動して遊びたいと思います。ではまずウイルスが入っているこの USB メモリを用意して、はい、 PC にレッツゴー。はい、そして本体に移動します。はい、移動完了。 PC 実機にウイルスが移りました。はい、本日実行するウイルスはこちらです。はい、ということで早速なんですけども、ウイルス起動します。よし、起動、イエス。さあ、ウイルス起動しますかって出ました。こんな感じです。ランマルウェア、もちろんですね。俺はイエス、イエスを選択します。お、どうなるかな、楽しみですね。お、おう、やば、わお、わはは、すげえな、わわわわわわわ、やべえことになってます。お、これは面白いぞ。どうなってる？お、なんかやばいね。わわわわわ、面白いことになってます。もうこれはね、実機ですよ。もう壊れちゃいますよ。起動したら PC 壊れます。やばいやばい。おお、いやー、カメラもだんだんイカれてきてますね。うわー、すごい、はは、激しいですね。やべー、うわ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 、これはやばい。すげー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 。芸術的ですね。やばい。なんだろうね。絵画？なんかそんな感じですね。絵みたいです。うん、恐ろしいね。てか、激しいっていうか、目が痛いっていうかね。おお、おお、おお、きれいきれい。おお、波うねってます。いいね。ビビビビビビだって。おお、これはやばいです。おお、PC どんどん壊されてます。すごいな。芸術的に PC 壊れてますね。もうこれはね、最強な芸術作品ですよ。うわー、すげー。これを、うわぁ、音が、面白いぞ。おぉ、これいいね、面白いね。やべえ。なんか、こう、弾が動いてるというかね。ウィーンって。ね、面白いね、これ。やべえ。うわぁ、すげえ。いや、もうやばすぎてすげえしか言えないよ。お、おわ、おわ、おわ、落書きみたいですね。落書き。いや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 、なんか、いや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 、なんか画面がどんどんね、左にずれていってます。いやー、すごいなー。俺の顔もカクカク。すげえ。これやば。笑っちゃうんですけど。うわー、すげー。なんだろう、これ。麺みたいですね、麺。うおー、わ、あー、すげー、拡大してる。うわー。やべー。なんかね、ウイルスの名前がね、すごい。もう、ギュイーンって。なんか、ね、DVD みたいだよね。わかる？うん。なんかすごいね、面白いね。うおー。やべえ。
これ超面白い。うわぁ。うん。うわぁ。俺がめっちゃカクカクしてる。やばい。ウイルスのね、恐ろしさがね、わかるよ、これで。やばい。てか、ウイルス見て笑ってる、俺で。すごいぞ。おめっちゃカクカク。おー、四角。おてか、音がね、激しいね。なんか音楽だよね。ウイルスミュージック。うわ、ウイルスミュージック、ウイルスミュージック。うん。てなんかこんな感じのリズムだよね。うわぁ。やばい。うわぁ、綺麗ですね。芸術的。なんか音がちっちゃくなった。ああ、大きくなった。おわ。これは面白いぞ。あ、静か。カク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 。うわぁ。うわすごい眩しい。うわウイルスミュージック、やばいし、眩しいし、目が痛い。いや。これ、やばい。目が痛い。危険です。危険ですね。な、やばい。うわ、お、わあ、いいね。おお。ぐちゃぐちゃになってきてる気がするね。お、音止まった。お、やばい。これ、どうなってる？あ、お、ブルースクリーン来た。うわ、これはもうね、PC 壊れた系ですね。うん、再起動かな？どうなるでしょうか？あ、動いた。あ、真っ暗ですね。あ、いや、なんか、可愛いキャラクター出ましたね。萌え系ですかね。わからんけど、最後、こういうオチですね。なるほど。もうこれでね、PC 起動しなくなっちゃったって感じですね。ちょっと再起動してみよう。再起動してみました。どうなるでしょうか。もうダメっぽい気がするけど、まあ、一応起動してみないとわからないってやつですからね。あー。はい、ということで、PC こんな感じで壊れてしまったら、もうこれ登場するしかないです。リカバリーディスク。はい、俺の部屋はドラえもん並みに道具が揃ってますので、この PC 復活することができます。はい、では PC 復活させましょう。はい、ということでリカバリーディスクをね、PC に挿します。カシャっていきました。で、次に PC 再起動。はい、起動しました。多分起動した。あ、起動した。リカバリーシステム起動しました。多分起動した。はい、起動しました。で、この時にこういう風にいじるとですね、はい、いじるとですね、 PC リカバリー開始されます。はい、これで PC 修復できますので、ウイルス感染しちゃったらリカバリーすれば解決です。ただ写真、ビデオ、ブラウザのデータ、作った書類、インストールしたソフト、全部消えちゃうのでご注意ください。っていうか、ウイルス感染した時点で多分ほとんど消えてると思います。とりあえずリカバリーで解決してくださいっていう感じ。はい、ということで今日のウイルスいかがでしたか？面白いと思ったらグッとしてください。では動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。はい、しばらく待ったらですね、 PC 復活しました。こんな感じで使えるようになりました。いいですね。またウイルス感染しようね。